imagine. はい、皆さんこんにちは、ただいまよりですね、こちらのプレゼンテーションコーナーにおきまして、メタリックデータ作成の基本の、ご紹介いたします。今回のですね、サイン&ディスプレイ賞の、メタリックデータ作成の、最後の回になりますので、まだお聞き、聞いてない方はぜひ、お聞き逃しないように、ご参加いただきたいと思います。はい、では改めまして、本日はローランド DG ブースにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。今年もローランド DG はたくさんの新しいイマジンを持ってやってまいりました。そのうちの一つとして、ただいま行いますプレゼンテーションは動画共有サービスユーストリームを利用いたしまして、こちらの映像をですね、ライブで世界中に配信しております。そのための機械がですね、今目の前にあるんですけども、今回ローランド株式会社のものを使用いたしております。さて、今年のローランド DG ブースはメタリックシルバーインクの多彩な表現を皆様に伝えるべく、 The World is Metallic をコンセプトにブースの展示を行っております。ブースの中ですね、さまざまメタリックカラーを施した T シャツ、ポスターなどですね、さまざま展示をさせていただいております。他にもですね、こんなお仕事をされている方も多いんじゃないでしょうか。アイロンプリント、そしてシール、ステッカー、こういったお仕事もメタリックシルバーを生かした表現が可能となっています。でも皆さんですね、ブースの中をご覧いただいて、非常にメタリック綺麗だなと言ってもですね、データどうやって作るんだろうかとか、データ作るのって面倒じゃないのかな、難しいんじゃないかなって思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご安心ください。ローランド DG はですね、皆さんが非常に簡単に手軽に、ご利用いただけるように、しております。この時間はですね、そのメタリックの作り方の基本を、実際のデモンストレーションとサンプルで皆さんにご紹介してまいりたいと思います。メタリックデータ作成の基本をですね、こちらのパネルに、1枚で、まとめました。メタリックシルバー、グラデーション、オリジナルメタリックカラー、メタリックカラーシステムライブラリー、そしてメタリックテクスチャーシステムライブラリーの5つになります。まず一番上のメタリックシルバーカラーをご紹介していきたいと思います。こちらはこのメタリックシルバーインクを、もうスポットカラーとしてベタで、塗っております。出力のためにはどうするかというと、イラストレーターの中にですね、スウォッチライブラリー、その中に、このローランドバーサワークスの特色をあらかじめ、登録しておきます。メタリックシルバーを施したいオブジェクトを選択し、その塗りをですね、メタリックシルバーをで適用いたします。画面上ではグレーのベタに、なっているんですが、名前はメタリックシルバーに変わりました。これで出力するとこちらのようなシルバーのベタ塗りが可能となります。そして2つ目のグラデーションです。インクジェットプリンターですと皆さんグラデーション階調表現というものが必要となってくると思うんですが、それもですね、このメタリックシルバーで表現が可能です。イラストレーターですね、またオブジェクトを選択し、これ皆さん普段グラデーションを作るグラデーションパレットありますね。この中にメタリックシルバーの先ほどの特色を追加いたします。そして片方ですね、今回 0% にします。この時に CMYK の 0% ではなくて、メタリックシルバーの0から 100% でデータを作っていただくというのが一つのポイントになります。こうしていただければ、こちらのパネルの通りグラデーションでのメタリック表現というのが可能となります。そして3つ目がオリジナルメタリックカラーです。こちらはメタリックシルバーを下地にして、その上に CMYK を乗せることによって CMYK とメタリックを掛け合わせた表現が可能というものです。こちらにですね、四角いオブジェクトがあります。こちらの塗りをメタリックシルバーで適用しました。そしてこの星の形をしたオブジェクトを Y100 で塗りつぶします。この Y100 の星をメタリックの上に置きました。見た目はですね、メタリックと星とは全然別の状態なんですが、データ上はメタリックの上に乗っかった状態です。
この結果出力すると下地にメタリックが施されて、少し金だったり、ね、ちょっとゴールドっぽいような風合いが、可能となります。他にもですね、こちらの通り CMYK の下にですね、メタリックを引いたものがこちらです。ブロンズのような表現だったりっていうものが、CMYK との組み合わせによって表現できます。CMYK との組み合わせ次第ですので、この世界で表現できるバリエーションというのはまさに無限とあります。しかしもっと簡単に CMYK から色を作るのではなくて、もっと簡単にメタリックをデザインの中に使いたいという方のために用意したのが、この4つ目のメタリックカラーシステムライブラリーです。メタリックカラーシステムライブラリーは、このようなチャートを使用いたします。この中に、あらかじめ512色のメタリックを用意いたしました。出力したいメタリックカラーをこのチャートの中から選択し、イラストレーターで、設定をするだけというものです。このメタリックカラーは CMYK での配合ではなくて、RVW 何々という名前がついています。それをイラストレーターの中で指定をするというものです。これもですね、これまで同様スウォッチライブラリーの中に、ローランドメタリックカラーシステムライブラリーという特色を追加しています。このリストというものは先ほどのパネルと、全て同じものがこちらに入っております。今回 09C というブルーのメタリック、そして MT16M という赤いメタリック感ですね、こちらを指定いたしました。イラストレーターではこの指定をするだけで出力をすると、こちらの通り CMYK とメタリックがあらかじめ混ざった表現を簡単にすることができます。そして5つ目のメタリックテクスチャーシステムライブラリー、これは9月1日に新たに追加されたメタリックシルバーの表現方法です。メタリックテクスチャーシステムライブラリーはこのような26種類のパターン、テクスチャーを使います。これよく見ていただくとですね、濃淡のついたデザインが入っております。それをすべてメタリックシルバーで表現しました。これによって和のような雰囲気、そして少しポップな感じであったり、メタリック感のあふれる高級感といったものをデザインに反映することができます。こちらもですね、メタリックカラーシステムライブラリー同様にイラストレーターのスウォッチ、この中のテクスチャーシステムライブラリーを選択するというものです。今回060、010という2つのメタリックテクスチャーを選択しました。こちらはですね、出力するとこのように2つの模様がメタリックで反映されるというものです。今5つのですね、手順ご紹介しましたけども、1つサンプルデータを用いて皆様にご紹介したいと思います。お正月のですね、雰囲気、ね、を出した少しこういったポスターデザインしてみたいと思います。周りの模様、これをですね、メタリックシルバーの銀一色で塗りつぶします。メタリックシルバーで適用します。そして、小さな鶴みたいなのありますね、こちらをメタリックシルバーでグラデーションで表現いたします。先ほどの通りですね、メタリックシルバーの0から 100% のグラデーションを作りました。そして3つ目がこの黄色の模様です。これをですね、下地にメタリックシルバーを引いて少しゴールドの雰囲気を表現してみたいなと思います。編集の中からコピーを選択し、背面へペーストします。それをメタリックシルバーで適用いたします。画面上はですね、上に Y100 いますので見えませんが、このY のオブジェクトを動かすと下にメタリックがいることがお分かりいただけると思います。そして4つ目がメタリックカラーシステムライブラリーですね。今回このツルをブルーのメタリックカラーを適用します。そしてこの花びらも赤いメタリックカラーを適用いたします。そしてこれだけではちょっと寂しいので、このポスター背面全体にですね、テクスチャーをかけてみたいと思います。
少しお正月感のあるものを選んでみたいと思います。はい、こちら、ね、画面上ではなかなかイメージが湧かないと思いますので、それをこのようにパネルで用意いたしました。いかがでしょうかね。メタリックシルバーの感じというのがすごいこう表現されているのではないでしょうか。きらびやかな高級感というものがこの簡単にですね、これらの手順によってデザインの中に反映することができます。またこちらの方に展示しておきますので、後ほどごゆっくりと皆さんご覧いただきたいと思います。さて皆さんいかがでしたでしょうか。このようにですね、メタリックシルバーのデータもそれほど難しくない、自分でも簡単にできそうだなとお感じいただけたのではないでしょうか。ローランド DG のメタリックシルバーは、インクをですね、インクの魅力を最大限に発揮するためのさまざまな機能というものがもうすでにこれだけ用意されております。さらにそれらは、皆さん簡単に手軽にご利用いただけるようになっております。ぜひ、今までですね、叶うことができなかったメタリックの表現というものを皆様のご自身の手で実現されてはいかがでしょうか。本日は、ローランド DG ブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。この後もですね、ブースの中に用意しておりますさまざまなメタリックのサンプル、手に取っていただいて、皆様のご自身の目でお確かめいただきご検討いただきたいと思います。本日は最後までご清聴ありがとうございました。引き続きごゆっくりとお過ごしください。Imagine. What are your expectations when it comes to professional printing? Wow, that's quite impressive. But first things first, let's start with the very soul of Roland. Quality, professionalism, reliability, ease of use. These have been the key elements of its beating heart for many years now. Printing.Cutting in one fluent workflow, let's put them together. Oh wait, 137? No, let's make it 160, the standard of the future. Easy loading 1.625 meter media roll on your printer cutter. Ink circulation system, colors, printing resolution, print speed, distance accuracy. Obviously tremendous qualities. We're talking about a Roland, right?How about 4, 6, or 8 color use? CMYK, light cyan, light magenta, white and silver metallic, all in one print. A revolution? You decide. Hang on a minute, what's this? Roland's unique ink circulation system and a completely new print head with intelligent pass control for incredible quality. Time to protect this masterpiece in a powerful body.Solid and firm, with a sharp eye for design. Moreover, extremely easy to use. A logical, interactive software. Little manual intervention needed, and very limited maintenance. Go on, proceed with your urgent business. You'll be informed when the job is done. Imagine the possibilities. Posters, contour cut signs, labels, banners.Vehicle graphics, displays, or t-shirts. No boundaries, no limits. Roland presents VS640. The only missing link is your creativity.